はい、どうも赤トゲメットです。誕生日記念実況スペシャル、第1弾マリオパーティー7を実況していきます。18歳記念の時、去年もやったんですけども、今年はまたちょっと違った感じでやっていきたいと思います。といってもパーティーは同じです。ですね、今年はですね、このキラキラシティでやっていきたいと思います。そして4チーム8人で、もちろん自分は1人でやりますが、まあチーム戦でやっていきます。35ターンでやっていきます。ミニゲームは全部ボーナスありで、こんな感じでいきます。自分はキノピコです。ですね、今回はどうしましょうかね。ちょっと縛っていきますね。自分のチームは弱いで、相手チームは混合ですね。強いプラスと弱いで均衡を取ったり、まあ強いで、まあ弱いはちょっとな、普通なんか悪意があるなそうですね。じゃあなんとなく奪い合いをクッパとかで狙うために5ぐらいにしておきます。それじゃあいきますよ。レッツパーティーツアーというわけでですね、まあ誕生日にふさわしいマリオパーティー7をお一人様でプレイします。というわけでキラキラシティね、おなじみの場所ですね。さあ、読む人々の夢が止まった摩天楼キラキラシティにやってきましたぞ。はい、説明一応聞きましょう。宝箱に隠されたスターを探し当てるボードです。3つの宝箱が散らばっていて、どれか1つにスターが入っています。でミニクッパに10コイン渡せば宝箱を渡してくれるはずだから、スターを探し当ててくだされと。で誰かがスターを見つけると新しい宝箱と入れ替わります。クッパタイムでは奪われることがあるので気をつけてください。ルート上のイベントでクッパから取り戻しそうということですね。ドーン5、2番目、はい2番目ですね。弱いヨッシーを抱えて縛っていきます。これちょっと厳しいですね。8人対戦だと厳しいです。でクッパさんがミニクッパカプセルをポンとそしてポンといやらしいとこに置いてきましたねさていきますよ。まずはテレサカロンは強いプラスと弱いですね。でキノピコヨッシー、自分と弱いね。どっち行きましょうか。全体マップ、まず初っ端に宝箱が近いですね。そして遠く行ってぐるっと回って宝箱が2つと。まあ最初はいいでしょう。まだまだコインが足りないのでね。これはですね、2人の出目が揃うと、まあ、10コインもらえるんですね。ファイアカプセル、これスペシャルカプセルですね。はい、渡しました。さて何が出るかな。コインどっさり20コイン入ってましたね。
手赤松と残念だったな。7、左手正解でしたね。さてさて、最初のターン1対3、ね、ぐるぐるホッピング、これは、ステージを回して3人を穴に落とす。3人はホッピングなんで落ちないように頑張れと、移動だけです。はい、というわけでいきますよ。落とされないようにしないといけません。マリオは強いので、気をつけないといけませんね。強いぞ。やばいやばいやばい。もうみんな落ちない。ヒデさん落ちたけど。ずっとこっちかい。ああ、みんな落ちたよ。おー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 、ちょっと。うわ、危ねえ危ねえ危ねえ。あと3秒、2、1、よしよしよし、オッケー。危なっかしい。さすが強いですね。テレサ早えだろ。はい、というわけで順位の連動はこうなりました。というわけで2段目どんどん行きましょう。はい、14、あ、全然進めませんね。4321、ちょいと待ってね。見ないですね。はい、 OK です。敵のレベルはテレサ強いプラスなのに一番最初に落ちたのか、さっき。はい、スタート。11で揃った。これは嬉しくない。まあコインもらえるだけいいんですけど、3コインですね。ルックスもプリティで声もいい、ともにムービースターを目指そう。だってよ。はい、ミニクッパを撃ってください。木の字撃ったら残念。おい。はい、さすがヨッシー、弱いですね。3です。あ、ファイヤーを使ってきましたね。これはですね、3ターンの間誰かの後ろを通った時にバヒューとコインを落とす、してもらうっていうカプセルですね。なかなか怖いカプセルです。さて、デイジー来たよ。5-5で揃った。これが一番いいですね。はいはい、残念でした。2コインずつ、最後まで行っても2コインずつですね。カプセルは買わないと。そして下へ行って青松ですね。さて、バトルミニゲーム、突然だな。さて、今回は10コイン、平凡。さて、どれにしましょうかね。全員これじゃねえか。じゃあ3枚選んで運ゲーです。はい、3枚選ぶ。数字を書かれたカードを順番に3枚選ぶ。合計が一番多い人の勝ち。というわけで、13枚のカードがあります。それを、1人3枚引いていきます。さて、7を引いた。真ん中、中間ですね。さて、どれを選ぼうかな。これ、6ですね。まあ悪くないですね。さあ、キノピオ、13、一番大きい数字を引いた。こいつは有利ですね。さて、ルイージ、
何を引くんでしょうか。12、また一番大きい数字を引いた。さて自分の番、一番負けていますからね今。5、最悪です。現在誰にも追いついていません。さあカロン、どれを選ぶ。3を引いた。最下位だ。さあルイージ、現在2位だ。8、8を引きました。さてキノピオ、どれを引くんでしょうか。まだ1は残っている。4、4を引いた。現在2位だ。さてカロン、どれを選ぶ。1を引いた。これでカロンの勝ちはなくなった。さて私の番だ。どれを引くかな。11、一番大きい数字を引いた。22。さてキノピオ、3つのうちからどれを選ぶ。まだ1は残っている。2、2を引いた。これで、3位確定だ。さてルイージ、どちらを選ぶ。1は残っている。9、9を引いた。トップだ。最後に残ったカードは1。さあルイージが勝った。2位はキノピコ、3位はキノピオ、4位はカロンナ。コインはこうなりました。1位が7割取っていきました。さて3ターン目、長いですね。おっと使ってきたスーパーキノコ。さてこれでどこまで進めるんでしょうか。全然揃っていない。でも5が多い気がする。ルックスもワイルド。おっと結構いいコイン取ったね。13コイン、結構いいね。13は結構取ってる方ですね。さあ全員下から行くが、ここでミニクッパを踏んでしまった。さて何が起こるかな。クッパ土管で居場所を入れ替える。マリルイ、ひどい、だいぶ戻された。そしてカロンも飛び込んだ。かなり後ろの方に戻されてしまいました。さて自分はよし頑張れよ。変えましょう。カプセルは5つまで持てます。じゃあそうですね、スーパーキノコにしましょう。はい、スーパーキノコを手に入れた。パフォーマンスですね。またファイヤーカプセルを手に入れた。クッパゲート、ここは10コイン払わないと通れません。さて2つ目の宝箱だ。さて中には何入ってるのかな。コインはトップ、中身はスターだ。さてマリオとルイージのお魚チーム、一足先に、スターを手に入れました。負けてますね。上の方、ここ、そして序盤が逆にテレサとカロンが近いですね。さてレイジキノピオ、ここも宝箱に近いぞ。コインは十分。さて何があるかな。ボム兵だ。ボム兵はスタートに戻される。これは大変ですね。大変面倒だ。さてパックン、こいつはややこしいですね。コイン半分にしてしまいます。
さて、8人でミニゲーム、そしてお宝リレー、これは厳しい。これは CPU と協力してやらなければなりません。パートナーとリレーして沼地の奥にある宝箱まで鍵を運んで宝石を持ち帰るというゲームです。移動だけですよ。さて、コンピューターとの息を合わせるというよりは、コンピューターに片道委ねるという感じですね。なので、CPU の強さが、すごく出ます。強いプラスになると多分一回も落ちませんね。さて、どうなるんでしょうか。ちなみに弱いだとめちゃめちゃ落ちます。一番有利なのはおそらくマリオルイジの強い強いチーム。バランスが取れています。あーっと、やっぱりルイジ早い。一番乗りで宝石を手に入れた。よし、何をやっている。急げ急げ。さて、テレサ強いプラス、さすが強いプラスだ。スイスイ進む、スイスイ進んでおります。さて、全チームが宝石を手に入れた。さて、ドイツが一番先に戻ってくるか。よし、さてマリオがゴール。当然の結果です。当然の結果ですね。こりゃ勝てん。20コイン手に入れた。さて、4ターン目。テレサとカロン、スターには近いですよ。8、スターには近いというか宝箱に近いです。コインかスターが入っていますね。中身はコイン。残念。残ったもう一つの宝箱にスターが入っている。全体マップ上ですね。上にあります。テレサとカロンのチームが迫ってきているので、ここはカプセルを使いましょう。頼むよ。よし、よしよし、頑張れ。14、少ないぞ。上に登って、宝箱だ。今最下位ですからね。そして、ハイスターゲット。2位ですね。マリオルイジチームが現在首位です。それぞれだいぶ離れています。はい、パックンですね。はい、期待おります。今ヨッシーの挙動がやばかったな。こっちですね。引くよ引くよ。はい、ホールインワン。はい、一人でミニゲーム。はい、スターを1個募集。きつい、きついよ。もちろんヨッシーには任せていられないので、自分がやります。はい、踏んで踏んでキーゲット。はい、たくさんいるミニメカクッパの中に1匹だけ鍵を持っているのがいる。踏みつけて鍵を見つけてください。というわけです。ま、運ゲーですよ。飲み込んだ。いっぱい出てきた。踏みまくって、鍵を見つけてください。やっちよ。はい、見つけた。これは完全な運ゲーなんで、まあ見つかんないときは見つかんないです。できるだけタイムロスを抑えたいというミニゲームですね。
まあ一発で見つかることもあれば最後まで見つかんないということもあります。ちなみに勝っても何もありません。負けたら損失はでかいです。はい、やっぱり落とし穴で戻る。落とし穴に入って上から見てくる。怖いか。6。おっと、6コイン、12コイン、結構打ったな。さて2つ目の宝箱。1つ目か、まだ開けてませんね。はい、10コイン渡した。さて中には何が入ってるかな。おめえだ、実害はゼロ。ちょっと進んだだけです。いや、進んでもないな。そのまんま来ただけです。おっと、ハプニング。3つ揃ってますね。なかなかやりますね。さあ、1、3だ。落として、ボムヘッ。今日はちょっと鼻声なんで、ちょっとね、しかも眠気がすごいです、ね、厳しいですわ。そんな時に実況すんじゃんって話ですけど、まあ誕生日の、ボム兵を落としてぶっただけ。とにかく質より量、落としまくれ数です。程度狙った方がいいんですけどね。強えな。やばい、やっぱルイージの直上を狙った方がいいか。残念ながら取られてしまいました。金欠。さあ5ターン目、スラスラクッパの鼻息が頂点。11で揃った。ああうまいな。13コイン。うちの連れが大変で、ね、狙うの下手くそでございまして。はい、コイン半分奪います。まあこれいらないんで、ここは上書き。ドーン、サンキューよし。はい、10コイン渡します。もうボム兵ではないんで。スターだー、ハッピー、ハッピーだって。いいですね。立て続けにスターを手に入れられてますね。おかげで金欠。上ですね。上ですね。遠いですね。おっと、ここにないとダメです。DK! ドンキーコン。はい、勝利でドンキーミニゲーム。そしてカモンスター、20コイン。20コイン、まあ今は必要ですね。ヨッシーに任せておけないので、キノピコでいきます。てかヨッシーにするとスキップしてしまうのでね、できるだけ見ていきたいと思います。ツタ登り競争。というわけで、連打でドンキーよりも早くゴールしてください。です。ちょっと連打音かな。連打音気になりますね。
はい、終了。ドンキードンキー。はい、20コインもらえます。はい、コインが入ってきました。最低限のコインはまあ確保できたという感じですかね。さて、マリオトル維持、今のところね、圧倒的優勢を放っている、優勢を放っている、圧倒的優勢にあるマリオとルイージ。まっすぐ行く、一番強いですからね、組み合わせとしては。あまりデコボコがありすぎても厳しいですからね。というわけで4人でミニゲーム、バギーグランプリ。おっと、これはちょっと癖があるゲーム。バギーに乗って8の字のコースを競争、先にご出身行ったのか。これはね、独特の操作感になれるまでね、まあ大変なんですけども、久しぶりにやるのでそんなにね覚えてないんですよ。OK、 これで止まるのはまあ恒例行事というか、なんていうか、そんな感じですわ。テレサ強いプラスなんでかなり速いですわ。おい、やべえ、速い、爆速、いや、詰まった。いや、どうだ、下手くそ。いや、よし、速い。うん、よし、あ、マリオかい。マリオ早いな。テレサどうした？テレサどうした？というわけで、マリオが、コインをイケイケですね。はい。プッシュー。はい、というわけで、ここだーい。はい、写真を撮ろうと。全員集合。いや、楽しそうですね、真ん中。はいはい、実行に没収。しかもこれね、写真くれないんでね、まあくれたところでどうなるっていう感じですけど、まあそこはね、お約束のパターンでございます。6、何買った？30コイン、10ゲームだー。10ゲームは宝箱を、1つ、どこにいても取ってきてくれます。確実にスターを取れるときに便利ですね。35、いいね、ヨッシーはサイコロで目がいいね、いい筋肉してるね。はい、キノピコさんね、結構ね怒らせたらやばいんでね。いいですね。おい、ファイル、ファイル、ファイル、ファールばっかりじゃねえかよ。はい、いい数字ですね。ヨッシーの方が打ってる。ヨッシーありがとう。さすが、マリオの恐竜。ぴったり、キノコ、カプセル。これ、敵が CPU だと。相棒が CPU だと、あんまりね、見ないんですよ。7。さすが主役。はい、残念。少ない、9は少ないぞ。カプセルは買わない、なかなかコインを使いませんな。コインだけはガンガン溜まっていきますね。11揃った、5コイン。 DK だ、 DK、 DK、
ドンキーコン。はい、2回目一人でスターだけは書く、スターだけは勘弁してほしいですね。さあ、なんだ20コインどうかな。デイジー、キノピー、あー行ったみたいです。というわけで周りはどんどんコイン保っていますね。というわけで8人でミニゲーム、ま、無理だな。はい、パートナーと息を合わせて無理だろ。ゴールボートを越えてゴールを目指してください。絶対合わない。前割と一人で行けるんですけどね。ヨッシー、ヨッシー働け、ヨッシー働け。それはね、単にガチャガチャやってるんじゃなくて、タイミングを測って A ボタン、スティックを動かすことが重要です。7ターン目。皆さん、ここ揃うな。さて、一つ目のところは僕かな。10個目渡した。さあ、何が入っているでしょう。スターだー、ようやくこのチームにスターが舞い降りた。なかなか余韻が続いていたので、ようやくですね。はい、スタート近く、さらにスタート近く、スタートから一番遠いところですね。ピリキュー、ピリピリの鉄球のシール、シールじゃねえ、カプセル。はい、これはどうするべきかな。まだですかね。ほいっと、強に。はい、もちろんいただきます。ちょっと何が入ってるかな。スター、運がいい。だいぶ上の方、さらに遠い、上の方ですね。どっちかな、こっちだな。円筒だ、円筒。揃った。1揃ったってことは、自分とかい。今、日曜朝7時51分です。今日は寝ていません。非常に眠たいですね。8人で見ゲーム、いいですね。ギリギリブレーキ、ギリギリブレーキ、マシンのデッコースの足ギリギリでストップできるようにブレーキをかけるのじゃ。
というわけで、これは実際は覚え気ですかね。雪ということで、かなり早めのブレーキが大切です。ちょっと打ち切った。はい、無理。テレサうまい。打ち切りすぎだ。確か2個目の三角の前か、1個目と2個目の三角の真ん中ぐらいでやるとうまくいくはずです。さあどうする。通らない。そうですね、下にはありますからね。さあ一つ目のところもどうする。コイン、だいぶコイン入ってんな。少な、下手くそです。テレサさん強いプラスなんとか。問題ですね。弱いより弱い、強いプラス。ああ、これはどうしましょうか。まだいらんですね。おっと、揃った。揃ってほしくなかった。よし、小さいヘルマンを動かなければいいんですけども。よっしー、てめえ。というわけで、仕方ないですね。44揃いましたね。さて、2つ目の宝箱、ボム兵カスターが入っていますね。ちょうど100コイン。スターだー、追いついてきた。さすが強い強い。だいぶ戻りますね。二人キノコカプセル。この子さん取ってますよ。カプセルは買わない。おっと、早速宝箱、一つ目の宝箱にやってきましたね。ボム兵だ。ドン。さあスタートに戻ってしまいましたね。さあ、1、3ミニゲーム、何かなの？ドカドカ坊主。こいつは1匹が標的です。1匹じゃない。1人が標的ですね。標的というか、1人は大きいマシンで、3人は小さいマシンに乗って戦うので、まあ対戦ですね。さあ、ルイージは強いですよ。してみた。ダメでした。まあ、あんま捨て身作戦は良くないんですけどね。コインガンガン取られていきますね。コインスターやミニゲームスターが来るとだいぶしんどいです。おっと、10ゲーム。
怖いね。真後ろだ。クッパジュニアそこにいたらわかるだろう。目の前のやつがカプセル使ってんだぞ、わかるだろう。はい、スター。やられますね。一応ジギムはランダムで取ってくるんで、スターである確率はやっぱり3分の1、2分の1なんですけど、遠いですね。割と近いですね。とても近いですね。1位揃った。タイミングが悪いですね。使わない。さて、2つ目の宝箱にやっていきました。1つ目か。何が言ってるんでしょうか。今非常に緊急ですからね。コインやったね。さて、どっち行きましょうか。上は上で嫌ですね。相手の下。場所を入れ替えてしまいますね。さて、マリ類は遠いですね。近いか。一応揃えた。つまり、もちろん止まりますね。決闘を狙いましたね。さて、何が入っている。スターだー。スターが入っていた。ダントツ1位だった。勝負はこれからですね。面白くなってきました。上の方、アウトと9ターン目ですね。前の方に集中しています。ケットゥー多分いるからな。カモメかい。テレサだ。強い対強いプラス。ルイジですよね。テレサって実はですから、なんもなし。なんもなし。カプセルを手に入れるとだいぶ運いいです。第3、急いでコインチャレンジ。はい、1人は5つのボタンを押すんじゃ、3人は1人1つずつ、合計3つのボタンを押すとコインができます。テレサが非常に不安ですね。向こう、はい、1ピア断然有利ですね。覚えてしまえばですけどね。よし、21コイン。向こう全然。
久々にキューブコントローラー触ったんですけど、やっぱり手が慣れてますね。キノコを使ってきた。1、2、3、7。しょぼい。さて行きますか。まあ特に目ぼしいものもないかな。決闘なら1、2、3、4、5、6、7、8。よし、何出すんだろうな。わあ、ですよね。狙ったもんは出ませんよね。はい、コイン。どんどんコイン貯まっていいですね。トリキノコはいらん。まあ使いようですね。3ってことはこっちハテナだ。こっち通ろう。やあ、せっぱずレイようこそ。神経衰弱です。神経衰弱じゃない。はいはい。ああ、自分か。違った。おいおい、おお、わかるだろ。お、いいね。ワンダホー、いいね。おい、全部正解。パーフェクト。商品としてさー、きたー。まさかスターですよ。はい、1位。マリオとルイージを出しに来ました。水を飲んできました。ちょっと眠気は覚めました。ジュゲム、ジュゲム、まあそこそこの距離のところにありますね。さて中身は今4位だからね。さあだ、ようやくこのチームに運が回ってきたか。上ですね。だいぶ回って上ですね。そうですね。マイク。コイン倍になります。おっと、23コイン。まあ半端です。おっと、成功。46コイン、プラス23コインですね。8人でミニゲーム。さて今回はかわしてハンマー。これは一人でも生き残ればいいので、まあ頑張ってね、生き残りましょう。ハンマーから逃げ切って。
はい、影がヒントですね。おお、危ね、やったー。おっと、いい感じにテレサチームが残った。やりますな。その道20コインは手に入ります。クッパチャイム。プレゼント、ズターをプレゼント。ズターを1個減らしてしまいます。こいつははためよう。ちょっとリスクは出てきましたね。18、まあまあの数字ですね。おっと、ちゃんと決めてきた。13コインだいぶ入っています。赤テレサ、やっぱりルイバトムを呼ぶのか。もう100コインいってますね。さて何が出るかな。スターだー。さあ、すごい。さあ、2位にだいぶ近づいてまいりました。上ですね。真ん中ですね。下ですね。スターって消えるんだっけな。トリプルキノコを使っちゃいましょう。惜しいっちゅう。ちょっと寝ていました。いやー、眠気がね、あ、また来んや。いやー、眠い、眠気には勝てんすわね。ちゃんと寝ないとダメっすね。いくよ。いやー思った通りですね。はい、まあ弱いがいいハンデになるんですけどね。おっと、まずいぞ。ファイアボールだ。22。しょぼい。よしほどひどくはない。赤テレ好きだね。はい、ハードルジャンプ、ハードルを越えていきます。
現れるハードル、電流は触れると一定時間止まってしまうのでピンチ。まだまだ、おっと、もうタッチのせいですね。キノピオ、キノピオ落ちてますよ、もうちょっとで。あまり喋ってない部分もずっと映してるとな、実況動画として微妙な仕上がりになってしまいそうな気がします。実際寝てるんでね、だいぶ寝てしまっているんで実況どころじゃないですね。まあ皆さんも朝弱い人はね、こんなね朝どうしてますか。朝からもうずっとなんかしないといけないっていう時どうしてますかね。まあ早速位置を取られてしまったので地位を取り戻したいところであります。スターだー、ハッピーです。上ですね、遠いですね、大体同じような場所ですね。上行きましょうか。これやったでも意外といける、しびれてるぜ。すごく寝てた、うん、スターが入っていた。それぞれそんなに離れてませんね、うん、目には目を、歯には歯を。それはいかに収録を一旦停止するってのは手だな。一応1時間撮ってるってね。ごめんだ。
8人で見るゲーム。とりあえずこれが終わったら切ります。合わせてイラスト、ほら協力対戦ですよ。協力対戦、協力プレイですよ。コツ忘れたな。合わせる気なすか。よし、おい。合わせろ、来た。あとはどうすんだ、どうすん、合わせてくれ。違う。そこでもない、合わせてくれ。止まるなよ。違う、タイミングが違う。終わっちまった。というわけで次回に続きます。一旦切ります。